ーグ後半戦の初戦、浦和がホームに千葉を迎えました。まず9分です。千葉、鴨川から田中のヘディングシュート。ここはね、非常に高さのある素晴らしいシュートシーンだったと思いますね、はい、そして29分です。清家、右サイドからマイナスの折り返し、菅沢のゴール、これが先制ゴールとなりました。何度見てもいいゴールですね。そうですね、まあ、本当にね、ここは狙い通りの形だったというふうに選手も言ってましたけれども、まあ、清家選手が背後を取って、で塩越選手が空けたスペースでしっかりと菅沢選手が飛び込んでくる、非常にね、いい形からのゴールだったんじゃないかと思います。浦和が狙い通りサイドから先制ゴールを取っていきました。次は60分です。塩越、直本、菅沢、直本のシュート。ここはね、一転してサイドからではなくて、狭いスペース、その中央のスペースをしっかりと菅沢選手2人だけでね、崩していったシーンになりましたので、はい、直本選手らしいシュートだったかなと思います。次は72分です。直本、清家、清家からクロス、塩越のヘディングシュート、これが追加点。後ろからの、ね、クロスになりましたので、少し難しさはあったかもしれないですけれども、ここはね、本当に選手交代直後のね、相手の隙を狙った見事なゴールだったんじゃないかと思いますね。塩越がヘディングシュートで決めていきました。この笑顔です。88分、千葉、今井、安西、最後林が打っていきましたが、ゴールには至りませんでした。第12節、浦和対千葉は2対0で浦和が勝利しました。